お願いします。ダブル。はいどうもしみじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。前回ですね、イベント会社タイムバトルイベントの方を引きまして、大爆死でございましたけれども、石がですね846個とまだ残っております。前回の動画を撮った後すぐ撮っておりますので、まだ全然何も進んでおりません。タイムバトルイベントも全然進んでいない状況でございます。動画が出るのはちょっと後だとは思いますけれども、今回は、3種類のガシャが登場、 2.5 周年記念アンケートシティウォーズフェス、こちらの方を引いていきたいと思います。これですね、はい、2.5 周年アンケートです。この間ブワーッと読みましたけれども、これらの、選ばれし仮面ライダーたちがですねラインナップされているわけなんですけれども、私はやはりですね、自分も投票しましたクーがですね、こちらの方がある方の、アンケートフェスを引いていきたいと思います。はい、優勝ヒーローストーン用や、こちらの方ありますけど、パート1の方はですね、提供割合見てみると、01のボンバーとかね、バルカンとか入っております。オーマとかもいる、ジオーいる、この感じですね。はい、あ、メモリの数が違うわ、こっちなんだね。あ、ワイルドカリスもこっちか、なるほどね。どちらも本当に魅力的です。はいね、ファングジョーカーもこっちなんですね。僕あれだけファングジョーカー1枚取り忘れた取り忘れたって騒ぎまくっておりましたけれども、今現在装備してないんですねなんともはや。はい、ジョーカーが当たってくれたんで、ジョーカーの方装備してこんな感じの装備構成にしているので、今ファングジョーカーはそんなにって感じなんですねですので、こちらのパート2の方ですね、これを引いていきたいと思います。こちら提供割合見ていきましょう。はい、メタルクラスターがいるんだよね。ヒューマギアを信じたからできたんだ、メタルライジングインパクト。ちょっと劇中とは少し違ったやつなんだけど、かっこいいんだよね。で、バスターダスト、そうか、バスターダストが2バージョン入ってるんですね。で、バーニングジンが入っている。こちらも、そうですね。ジオウもいる。ビルドね、ジーニアスか。なるほどね。こんな感じ。ファイズね。ファイズブラスター。ファイズがほんと弱いんで、僕。あれだけね、ファイズと、クーガの、抱き合わせ商法のねコレクションガシャを引いたんですけども、ファイズ自体が本当に弱くてですね、ここでブラスターを当てていくというのも一つの手なんですが、これだけクーガーアルティメットかなり多くラインナップしててすごく嬉しいんですけども、凄まじき戦士、究極の力を持つもの、こちら覚醒解放にもなっています。パイロキネシスのやつですね。そして、全身を、全身をほとばしる封印のエネルギー、放てアルティメットキック、これが多分 TRK キックですよね。だこれすげえ欲しいんですよ。で、究極の闇をもたらす力、焼き尽くせパイロキネス、これは覚醒解放じゃない方で、アルティメットキック、そして、アルティメットパンチ、それからもう一つアルティメットパンチ、これですね。大体持ってるんですけど大体持ってるんですけど、やっぱりもう一つぐらいね、アルティメット欲しいなっていう感じはあります。なので、これをとりあえず、前も言ったんですけども、わかんない、もうすぐ発表、もうこれ動画が出た時はもう発表されてるかもしれないですけど、ゲイツマジェスティがね来そうじゃないですか。何で来るかは分かれないですけどね、何で来るかは分かれにゃーですけどもそろそろ来そうなんで、それのためにちょっと石は残しておきたいので、これを20連引いていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。グレイテストヒッツがね、グレイトサクセスがあるうちに、これをね、引いて、しまいたいので、20連引いていきたいと思います。それでは、アンケートシティウォーズフェスパート2、10連ガシャ特別枠付きいきます。はい。さあ、何のマークが光るかわかりませんけれども、絶対当たるわけじゃないんでね、なんかわかりませんけれども、いきます。クーガのマークが光れば俺の勝ち、せーの、で、ここさあ来い、01、メディアの音量を誤って上げてしまいましたけども、01、おい、光った、何来る、01、1枚、いや、4枚目、さあここだ、いや来たメタルクラスター来た、やった、あ、嬉しいヒューマギアを信じたからできたんだ、メタルライジングインパクト。現状で最強のフォームのはずなんですけども、いまいちちょっとね、影が薄いです。なぜならバルカンが強すぎるから。はい、
バルカンがかっこよすぎるから。さあそれではい、こんな感じですね。はい、わかりました。ローグがね来ました、星4で。滅びの必殺技、まあね、他いらないっすね。ありがとうございます。はい、いやでもよかったんじゃないですか。 BCA01 ありがとうございます。メタルクラスターホッパー。さあいい感じですので、これで20連目も引いていきたいと思います。よろしくお願いしますよ。12号車特別枠付き2回目。はい、せーので、クーガのマークが光れば俺の勝ち。せーの、こっか、お願いします。ダブル、ダブルって何があった、ダブルって何があった、ダブルって何があった、引っからない、なんで、なんだなんだ、ダブルってなんだ。はい、バルキリーあれあれあら、隠れて、いびき必殺技いまいち来ないフェス。ダメか、20連目は爆死か。バナナアームズ、まあ、というわけでですね、まあ、20連引かせていただきまして、01がですねこんな感じになりました。まあ、必殺技が欲しいなら1枚持ってる、覚醒解放でいただいた鳥ちゃん1枚持ってる、これに、クラスターホッパーが入りましたので、まあ、総合力が 22,269 の 9,442 です。これ施設今立ててないんで、秘伝インテリジェンスを立ててない状態でこれなんで、やっぱりまあ最近のカードだからっていう感じが強いですよね、攻撃力なんかもね。で、適当な、ほんと学校しか立てておりませんけれども、まあ、適当な、イベントにね遊びに来ております。オートが入っておりました。まあ使いやすいよね01。それでも漏れちゃうんだこうやって。でもまあ通常攻撃もやはり01勢は使いやすいですのでね。でこれタカちゃんになってね、こう潰していく感じ、まあ、手数がちょっとずつ増えてくるっていうのもまあ楽しいですよね。で01本編もまあお仕事5番勝負も終わりまして、いろいろね、フワさんが主人公になったりとかね、いろいろありましたけど、じゃあメタルクラスター使っていこうか。喋ってくれる？いやーかっこいいねこれね、メタルクラスターホッパーってね。はい、では必殺技、おお、キラキラしてる、かっこいい。ちょ、もっと使いたい、いくぞいくぞ。01 01 01、まあちょっとね、バルキリー、今日もねバルキリーの話で、まあこの私の辞表だバコーンやってましたけども、まあ、面白いんですけれども、ちょっとね主人公であるアルト君の影が薄いというか、今日もメタルクラスターホッパーはちょっと雑魚用になってまして雑魚壊滅用になってましたけど、まあこれでバルカンとバルキリーの2人のお話も終わって、で、主人公が落ちたメタルクラスターが落ちた、主人公がこれからどう動いていくかみたいな感じですよね。はい、では行きましょう。あ、メタルクラスターのその通常技はどうなんこれ。あー、え、結構前に出ますね。ね、ね、じゃあ行きましょう。で、かっこいいじゃん。はい、というわけでありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。で、今日もね、感想会の方を夜11時頃になりますけれどもライブでやりますので、今日は山山さんの、アカウントでね、山山さん画面でまた参加、募りますので、ぜひぜひ遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。